こんにちは。今回なんですけれども、タイトルにもある通り、先日行われました、パリオリンピックの、柔道団体戦の、決勝戦、日本対フランスだったんですけれど、これ、男女ね、3人ずつ計6人、6人ずつで戦うわけなんですけれど、これがですね、3対3の同点になったので、こういう場合はですね、ルーレットで、代表選手、代表の階級を決めて、それで決着を作るっていう、ルールになってるわけですね。それがデジタルルーレットなわけです。で、それで選ばれたのが、90キロ超級なわけですね。で、斉藤立選手と、テディ・リネール選手の戦いになって、結果的にディネール選手が、一本勝ちしたと。で、フランスの勝利、フランスが団体戦で金メダルを取ったっていうことになったんですけれど、これ今ね、ネット上でいろいろ物議を醸してるわけなんですけれど、このデジタルルーレット、これはいかがなものかとですね、いろいろ賛否があるわけなんですけど、このことについて私の意見をですね、求めるリクエストが結構来てましたので、このことについて、私の意見をお話しさせていただこうと思うんですけど、結論から言いますと、あのデジタルルーレットは、あれはさすがにないですね。なんでかっていうと、やっぱりね、もしあれがですね、ちゃんと公平なルーレットだったとしても、やっぱりね、印象が悪いし、で、やっぱり、なんですか、リネール選手が出ることになったじゃないですか、90キロ超級が選ばれたので、となると圧倒的にですね、圧倒的っていうかですね、やっぱりフランス有利になるわけですよ。絶対王者リネールが試合に出るってことになるし、過去に斉藤立選手にも勝ってるわけなので、あそこではですね、やっぱりフランス側の視点から見るとですね、やっぱり90キロ超級が選ばれるのが一番有利なんですよ。で、90キロ超級になったわけですよね。で、しかもパリですね、フランスの開催なので、で自国にとって圧倒的な有利なルーレットの結果が出てしまったので、やっぱり印象が悪いんですよね。でこれ知らない人のためにね、簡単に説明させていただこうと思うんですけど、男子と女子がですね、3人ずつ選ばれるわけなんですよね。で計6人で団体戦を行うっていうもので、これ東京オリンピックから、入った種目なんですけれど、ただね、オリンピック以外でもその国際柔道連盟の国際大会では行われている試合形式なんですけれど、ちなみにその今回のね、このデジタルルーレットっていうのは、この今回のオリンピックが初めてじゃなくて、過去にもですね、国際柔道連盟の国際大会では使用されているわけですよ。今回だけではないんですね。だけどやっぱりこのデジタルルーレットっていうものをですね、用いるのはやっぱり僕はまずいんじゃないかって思うわけ で、この団体戦のルールはですね、女子は57キロ級、70キロ級、70キロ超級、3人と、男子は73キロ級、90キロ級、90キロ超級と3人で、6人同士で戦うわけですね。で、引き分けがないんですよね。必ず決着をさせると。なので、先に4勝した方が勝ちになりますね。で、3対3の同点になるっていうことがあるわけです。で、その場合は、代表の選手を選ぶと。で、デジタルルーレットで、どこの階級になるかっていうのを選んで、で、そこで対戦するっていう形で、今回は90キロ、超級男子が選ばれたので、斉藤立選手とリネール選手が戦って、リネール選手が勝ってフランスが勝利したっていう流れなんですけど、なのでこれ、男女ね、3階級ずつなんですよ。なので、例えばね、阿部一二三選手なんかは、66キロ級の選手なんですけど、73キロ級で団体で出てるわけですよね。他にも、実際にはね、自分の階級の方が、低い、体重軽いんだけど出て、でそれで結構勝利したりとかですね、そういうのもあって、そこは面白みではあるんですけど、だけどとなるとですね、やっぱり57キロとか70キロとか、あるいは
100キロ超級の選手が有利になっちゃうんですよね。自分の階級よりも重たい選手と戦うことになるから、やっぱりね、阿部選手とかなんかは不利になってしまうんだけど、それでも勝つっていうのは面白いわけなんですけど、なので僕はね、前から思ってたんだけど、やっぱりね、この男女6人一緒になってこの3つの階級ずつでやるのっていいんですけれど、本当は僕はですね、やっぱり日本でね、ずっと行われてる、中学校とか高校とか大学でやってる5対5とか7対7の無差別級の団体戦でやった方が絶対面白いと思うんですよね。男女別にしてね。で、引き分けありもして。引き分けっていうのはですね、その醍醐味としては面白いんですよ。めちゃくちゃ強いポイントゲッター相手に、そこそこの選手がですね、頑張って引き分けるとかね。そうすると実際もう勝ちに等しい引き分けなんですよね。で、同点だったら代表戦で一番強い人同士を選出して、それで戦わせて決着すればいいと。僕はそういう団体戦の方が面白いと思うんですよね。オリンピックって無差別級の個人がなくなっちゃったから、やっぱり無差別で戦うっていう面白さがあるので、なので無差別の団体戦でやる方が僕は面白いと思うんですけど、まあそれは置いときまして、このデジタルルーレットなんですけれど、まあこれね、なんかね、結局リネール選手が選ばれて、リネール選手が勝ってフランスが勝利したじゃないですか。自国開催のオリンピックで金メダル取ったんですよね。だからめちゃくちゃドラマチックだったんですよ。だからフランスの観客とかフランスの選手にとってはめちゃくちゃ盛り上がったと思うんですけれど、やっぱりね、旗から見るとね、このデジタルルーレットちょっと怪しいんじゃないのって思っちゃうんですよ。実際にはそれはね、どうか分かりません。これはですね、国際柔道連盟が使用している独自のソフトなんです。で、他の国際大会でも使われてきたわけであって、やっぱり表向きはこれはもう公平なルーレット、ランダムに選ばれるっていうことになってる、まあ、そういうソフトなんでしょうけど、でも実際には分からないじゃないですか。やっぱりね、あのルーレット見るとね、僕らからしてみるとパチンコとかパチスローに見えちゃうんですよ。で、パチンコとかパチスローってお店で裏で操ってるじゃないですか。どれぐらいの確率で当たりが出るかっていうのを操作して、それによって利益を出して、でお客さんを興奮させて、ちょうどいい感じでですね、勝てそうで勝てないとか、一部の人は勝てる、だけど大半の人は負けて、トータルではお店に利益がね、まあ大体お客さんの払ったお金の何ですかね、ある程度はお店に入ってくるというシステムで、で大体6割とか7割とかね、お店によって違うんだけど、それぐらいはお客さんにバックして、で必ずお店が儲かるっていうシステムに裏で操られてるわけであって、あるいはさ、スマホのゲームのガチャってあるじゃないですか。あれもやっぱりアプリの中で確率操作されてるわけじゃないですか。やっぱりそれをね、連想しちゃうので、やっぱりくじ引きにすべきですよね。まあ第三者が見て明らかにこれは公平で仕込んでないっていうふうにですね、例えばくじをこんだけ6枚のものをこの箱に入れますっていうのね、空の箱の中に入れるところから見せて、で代表者に手を突っ込んで取ってもらうとかですね、第三者が見て明らかに公平だと、裏で仕込んでないっていうのが分かるシステムにすべきだと思うのに、あえてデジタルルーレットにする必要ってないと思うんですよね。で、なんでデジタルルーレットにしてるかっていうとね、一応表向きの理由は、9時とかにすると、まあ、時間がかかってしまうので、まあ、スピーディーに進行させるためにとかね、で公平なソフトを使ってますよっていうのが表向きなんですけど、やっぱりね、それおかしいですよ。そんなにね、9時引かせるのにね、時間かからないと思いますんで、やっぱりアナログの誰が見ても公平だって分かる9時とかにすべきだと思いますね。っていう感じでございます。まあ、それがですね、無差別級の5対5とか7対7だったら、一番強い選手をそのチームごとに選ぶだけってシンプルだから、僕はそういう方が好きなんですけどね。ただこの男女3人6人ずつでやるんだったら、アナログの公平なくじでやるべきだと思いますね。まあ今回はね、それ以外にもね、デジタルルーレット以外でも、女子の70キロ級で高市選手とアグベニュー選手、アグベニュー選手がね、
ランスの選手が最終的にはゴールデンスコアで一本勝ちしたんだけど、このフランスの選手の方になかなか指導がいかないって、これはおかしいっていう、やっぱり審判に対する批判もあったし、あとは男子の73キロ級のところでね、阿部一二三選手、66キロ級の選手なんですけど出てね、でフランスのガバ選手、この選手は73キロ級の銀メダリストなんですよね。まあ最終的にはガバ選手がすくい投げで一本勝ちしたわけなんですけど、まあ、途中ね指導2つ与えられたんですよ、ガバ選手に対して。であと1つで反則勝ちじゃないですか、阿部選手が。その3つ目の指導はなかなかいかなくて、これはおかしいおかしいっていう、やっぱりそういう審判に対しての批判があって、結構これネット上では世界中からの声なんだけれど、本当は日本が最初から4対1で勝っていたっていう意見が結構多いですね。だけどもうそれを無理してかどうか分かんないんですけれど、意図的なのかたまたまなのか審判のレベルが低いだけなのか分からないんですけど、まあ、結果的には3対3の同点になって、でデジタルルーレットで、デジタルルーレットで90キロ超級でリネールが出ると。やっぱり90キロ超級男子になるのが一番フランスが勝てる確率が高いっていうのもあるし、そもそもですね、リネール選手は今回で引退するようなことを示唆していたわけですよね。しかもリネール選手、過去今回の大会も含めて個人で金メダル3つも取ってるね、超有力選手でフランスの英雄なので、ここでリネール選手が選ばれて、リネール選手が勝ってフランスが勝利するっていうのが一番ドラマチックになるわけで、まさにそのドラマチックな展開になったわけですよね。まあ、フランス人は大喜びなんだけれど、日本人とかね、それ以外の国の人から見ると、これってどうなのっていう展開になったんで、なのでやっぱりデジタルルーレットはやめた方がいいと僕は思います。はい、というのが私の意見です。ご視聴ありがとうございました。